みっちゃんディクショナリー。こんにちは、みっちゃんディクショナリーのみっちゃんです。今回は国旗の意味ですね。国旗の意味、まずこれね、これみっちゃん書きました。ウズベキスタンって聞いたことあるかな。ソビエト連邦ってね、懐かしい人いるかな。ソビエト連邦ね、そこからね独立したね、ソビエト崩壊の時に同時に独立した国ですね。だいたい日本の1倍でね、大きいね、まあまあね。人口は約2500万人ですね。ウズベキスタンの首都はタシケントですね。で、これはね、青はね、空と水。白は国土と平和。緑は自然と豊かさ。赤は人々の生きる力を表すんだって。三日月と星はイスラムの国であることを示す。イスラムなんだよって、宗教はね、イスラムね、ここはウズベキスタン共和国、アジアでした。こんな風にね、こんな感じ。よいしょっと、じゃあ次は。これです。見たことある人いるかな？これはスリランカね。昔はね、スリランカとは言わない、セイロン島とか言ってね、習った人いるかな？スリランカの首都はスリジャワルダナプラコッテです。スリジャ、もう一回聞いといてよ。スリジャヤワルダナプラコッテ。スリジャワ、いや、ごめん、言い間違え。スリジャヤワルダナプラコッテ、ね、スリランカ民主社会主義共和国ね。国民は約2000万人いますね。日本の約 15% の大きさね。まあちっちゃいね、島国ですね。インドの下です、ね、ライオンはね、最初の王様がライオンの子孫だという伝説によるものですね。4つの葉っぱと黄色は仏教、緑はイスラム、オレンジ色はヒンズー教を表すんだね。ヒンズー教って何だ、宗教的なねやつですね。イスラム教とヒンズー教ですね。ライオンの子孫だったかもしれない。1972年にセイロンから国の名前が変わったんだよね。セイロンっていう国だね。みんなセイロンって多分習ってると。で、その次は。これです。シエラレオネという国ですね。で、この首都はフリータウン。シエラレオネ共和国です。アフリカね、アフリカ。アフリカっぽくない感じの国旗だけどね。これはね、アフリカではね、珍しい色の組み合わせだね。これね、緑は農業、白は正義と平和、青は大西洋とフリータウンと呼ばれる港を表す。
そういうことですね。ダイヤモンドとかがよく取れるんだってね。これアフリカのね、シエラのね、共和国です、今回はこれで終わります。では、さようなら。